今回の巳の日は巳の日でありながら虎の日の要素も持った日になるんです。運が覚醒する金融上昇チャンネルのサラミです。8月9日は巳の日ですね。また巳の日に関するお喜びの声が届きました。巳の日に動画で僕が言っていたように、生卵と日本酒を持って弁財天様に参拝した方からです。小銭も粗塩もくぐらせてから洗い、美容室にも行かれたそうです。虎の日には毘沙門天様に参拝し、その御利益か7万円の臨時収入が入ったそうです。おめでとうございます。弁財天様の大好物、巳の日に生卵、日本酒、すごく弁財天様もすごく喜ばれたんじゃないのかなと思います。白蛇さんも喜んでますよね。虎の日と巳の日のアクションの積み重ねが今回の臨時収入を生んだようですね。さて、今年のライオンズゲートのエネルギーもピークに達し、これから最終日の12日に向けて扉が閉まっていきます。だんだんとエネルギーが少なくなっていきます。ライオンズゲートのアクションをするなら早めの方がエネルギーが強いので、叶う力や現実の変化の力も大きくなります。とは言っても9日はまだまだ多くのエネルギーが溢れる時期です。そんな9日は巳の日、貯める力、増やす力が高まる、財運のご利益がある巳の日と重なっています。特にお金に関する分野で上昇のエネルギーが強く働きますので、弁財天さんも吉日、冒頭で紹介したような臨時収入の他に才能開花や芸術を司る弁財天様のご利益で、魅力や才能開花、次元上昇、本来の自分や魂が目覚め使命を知る、そんなライオンズゲートのエネルギーもより一層強くなります。この期間って宇宙のエネルギーが強いので直感も強くなるんです。今のあなたに必要なことや今後のヒントとなること、チャンスに気づかせてくれるようなこと、そんな直感が降りてきやすい時期ですので、お金に関することや使命、魂の目覚めに関する分野に特に上昇エネルギーが強くなる9日の巳の日は、どんな過ごし方をすると金運や自分が目覚めてどんどん上昇をしていくかお伝えをしていきますね。まずはじめに龍神様のつながり、場を清める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。はじめに8月9日の運気から見ていきましょう。9日に入る吉人は、静かな時間に本来の自分が目覚める陽安、ちょっぴりリッチが金運を呼ぶ御不日。そしてこの日大吉となるアクションは、月に数日だけあるお買い物の大吉日が入ります。今回の巳の日は巳の日でありながら虎の日の要素も持った日になるんです。なかなか珍しい吉日なんですよね。9日の前歴を見ていくと、この日は金33、赤い空歩く人、青い手、音7の日です。人助けをすることでお金が巡る赤い空歩く人と、チャンスをつかむ青い手の日になります。音7というエネルギーも入りますので、ライオンズゲートの中でも直感が多い日になります。情報もたくさん入ってくる日になります。今後の方向性を決める重要なヒントがやってくるような、そんな運気になるんですね。そんな巳の日に金運が上昇していく過ごし方、一つ目はお買い物です。この日はお買い物の大吉日で、吉ポイント2倍となっていますので、吉が普段の2倍貯まる日になります。そしてどこにお金を使うかで金運の上がり方も変わっていきますので、特に金運にいい使い方でこの後紹介しようと思ってますが、基本的に普段の食費や交通費、日用品のお買い物など、通常のお買い物も金運にいい日となります。普段のお買い物をするのもいいですし、大きなお買い物をするのもいいです。運を貯めやすい日になりそうですね。2つ目はちょっぴりリッチに過ごすです。先日の虎の日と似ていますが、富の神様、御不日が入っていますので、ちょっぴりリッチに過ごすことも金運が舞い込むアクションとなります。特に今の時期は本来の自分に目覚めたり、本来の使命に目覚めたり、金運の次元上昇をしていく時期になりますので、前から欲しかったものややってみたかったこと、本来の自分なら選びたかったもの、
それから理想の未来を先取りするような理想の自分だったら、手にしているものややっているであろうこと、行っている場所など行くと、理想を現実化するアクションとなり、次元上昇が加速してきます。ライオンズゲートの期間だから、ご富士が虎の日と身の日に入ってくれたのかもしれませんね。どの使い方もいいんですが、特におすすめなのは行ってみたい場所に行くことです。9日のマヤ暦では場所というキーワードがありますので、行ってみたい場所に行くとパワースポットのように元気をもらえたり、直感がたくさん降ってくるようになります。こんなところで過ごしてみたいなという場所があれば、時間をとって行ってみることがおすすめです。3つ目は寄付や募金をするです。世のため人のためになることをするとお金が巡る。マヤ暦の赤い空歩く人という星が入りますので、世のため人のためになることにお金を使うと、結果的に自分自身の機運も上がっていきますし、徳も積まれるアクションになります。コンビニやスーパーの募金箱を見かけたら募金をすることもおすすめですし、神様もそういった人に喜ばれる使い方をしている人にお金を流したくなるので、マヤ暦の運気を除いても神様に愛されるアクションになります。募金の金額は関係ありませんので、1円でも5円でも大丈夫です。ここで大事なのが、募金ができるくらい豊かになったらしようというのはもったいないんですね。今の自分には無理だと思っているのが潜在意識に入ってしまって、お金がない自分だから人に何かできない、こういった潜在意識の設定を生み出してしまい、お金のブロックになっていくんです。そうすると潜在意識は設定通りの現実を作るように働きますので、お金がない状態をキープしようとするんです。良くない流れを生んでしまうんですね。ですので、1円でも募金をすると、現実面で募金をするという行動が生まれるんですね。募金をするという行動をしているため、私は人に何かをすることができる人間だ、私は人のためにお金を使うことができる、私のお金が人の役に立っている、など体験を通して潜在意識の設定になっていくんです。自分が人助けをしたという体験が、私は豊かな人間だという設定になり、お金や心の豊かさが巡ってくるようになります。お金のブロックが解除にもなるアクションなんですね。4つ目は、人に親切にするです。お金を人のために使うことも貢献ですし、お金を使わない貢献もあります。人を喜ばせたり、役に立つようなことをすることも、9日にお金が巡るアクションになりますし、徳も積まれていきます。おすすめなのは、無罪の七世です。これはお釈迦様の教えで、お金や物以外でもすぐに人に与えることができる7つのことを指しています。どんなアクションがあるかと言いますと、1つ目は現世、優しい眼差しで人に接すること、思いやりの気持ちが目に現れているアクションです。たまーにエレベーターのボタンの近くに乗っている人がすごくイライラした感じで、開くのボタンを押し、不機嫌そうにどうぞという方がいらっしゃいますが、それなら先に降りてくれた方がよっぽど気持ちがいいなという時があります。もちろんやってることは親切で素晴らしい行為なんですが、目は口ほどに物を言うと言いますが、不機嫌さやバカにした感じなどが表情からも伝わりますよね。にこやかなお顔に接することも人の心は救われたりするものです。2つ目は和顔性です。笑顔で人と接すること、一つ目と似ていますが、アルプスの少女ハイジのようににっこりおはようと言われると、ノッテンマイヤー先生が言うおはようという受ける印象全く違いますよね。全く似てなかったらすいません。優しい眼差しを投げかけるだけでも与えることであり、親切であります。三つ目はゴンジセです。これは和顔愛語の愛語の方の部分ですね。思いやりのある言葉、ねぎらいの言葉、前向きな言葉をかけることです。言葉には言霊が宿りますので、いい言葉がいい未来を作り、そして言われた相手も言った自分もその言葉を聞きますので、優しい言葉をたくさん聞くと人を信じられたり安心感を持ち、前向きな言葉を聞くとチャレンジ精神や行動を生み、ねぎらいの言葉で疲れも吹き飛び、
自分を認められるようになります。すごいパワーを持っているんですよね。特に小さなお子さんは両親の言葉の影響を大きく受け、トラウマや潜在意識の設定を生み出しますので、意識していい言葉を選びたいですね。例えば子供ちゃんに、あんた何やってんのさ、この野良間と言ったとします。こんなことを言う方はいないと思いますが、例えばの話です。そうすると子供ちゃんは、私は野良間なんだ、間違ったことをしたんだという潜在意識の設定に入ってしまい、失敗が怖くて行動が止まるようになりますし、その言葉を発した自分自身も、失敗すると周りから責められるとチャレンジすることが怖くなってしまいます。そして何かうまくいかなかった時に、周りは何も思っていないのに、きっとみんなは何やってんのさ、野良間と思っているはずだと間違った認識を生み出し、人の目を気にする原因になってしまいます。ちょっとドキッとしませんでしたが、これはあるあるなので、人にいい言葉を使うことを意識していくと、こういった潜在意識の設定や心の声、周りの声だと錯覚していることも消えていきますよ。四つ目は神聖です。これは自分の体を使って奉仕をすることです。エレベーターの開くのボタンを押すとか、代わりに持つなども当てはまります。そして5つ目、神聖です。先ほどと読み方は一緒ですが意味が違います。こちらの神聖は心のお布施なので、思いやりの心を持ったり、周りの人に気を配ることです。人には心がありますので、心の交流ってとっても大事なんです。親切にしてもらったり、さりげなく気を配ってもらった時って嬉しいものですし、相手のことも好きになったり、素敵な方だなって思います。相手だけではなく自分も嬉しいアクションですね。6つ目は正座性です。電車などで席を譲ったり、場所を譲ったりすることです。このアクションだけなんだかピンポイントな感じがしますよね。7つ目は放射性です。雨風をしのぐための場所を与えたり、雨の時に一緒に傘に入ったりすることです。今は暑いですので、日傘に一緒に入ることも放射性に当たりますね。雨の日に子猫や子犬を拾ってきたり、災害時に何かを提供すること。こうしてみると、お金を使うこと以外でも、たくさんのできることがあります。そして宇宙では、人を喜ばせた分だけ、どこかから入ってくるようになりますし、今はそんな宇宙のエネルギーも強い時ですから、ライオンズゲートのエネルギーを磁石のように引き付けるアクションになります。また、こういったいい行いをすることも、やった方も心が豊かになりますし、心が満たされると波動が高まり、さらにいい出来事を引き寄せることにつながります。それだけではなく、徳も積まれ神様に愛されますし、こうした親切にしてもらった相手からは、いざという時に助けてくれたりします。一つの親切が助け合い、人を思いやる社会を作り、無罪の姿勢の習慣が心だけではなく富のループになっていきますので、与える、喜んでもらうというのは本当に重要な考え方であり、アクションでもあります。最後、5つ目のアクションは弁財天様の参拝です。8月に入りましたので、来年の運気を左右していく時期に入りました。これから年末にかけてしたことや準備したことが来年の運気となって現れていきます。来年の干支は蛇年になりますので、そろそろ来年の準備をするのもいいですね。弁財天様に参拝し、来年は蛇年になりますのでよろしくお願いしますとご挨拶に行く、蛇年になってからご挨拶に行くよりも神様に覚えてもらいやすくなりますので可愛がられます。リモート参拝でも大丈夫ですので、弁財天様にご挨拶をすることも今年だけではなく来年の幸運・機運に授かるアクションになります。今年のライオンズゲートも間もなく終了となりますので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また白い恵みアワード第2弾が始まりました。今回も素敵な賞とアイテムをご用意しています。また応募者全員プレゼントもあります。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。
それでは次の動画でお会いしましょう。